羅生門、芥川龍之介。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていた。広い門の下にはこの男の他に誰もいない。ただところどころ荷塗りの剥げた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている。羅生門が朱雀大路にある以上は、この男の他にも雨闇をする一目傘やもみえ星がもう2、3人はありそうなものである。それがこの男の他には誰もいない。なぜかというと、この2、3年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こった。そこで洛中の寂れ方は一通りではない。旧記によると、仏像や仏具を打ち砕いてその荷がついたり、金銀の箔がついたりした木を道端に積み重ねて薪の城に売っていたということである。洛中がその始末であるから、羅生門の修理などはもとより誰も捨てて顧みるものがなかった。すると、その荒れ果てたのを良いことにして、懲りが済む、盗人が済む、とうとうしまいには、引き取り手のない死人を、この門へ持ってきて、捨てていくという習慣さえできた。そこで、日の目が見えなくなると、誰でも気味を悪がって、この門の近所へは、足踏みをしないことになってしまったのである。その代わりまたカラスがどこからかたくさん集まってきた。昼間見るとそのカラスが何羽となく輪をかいて高い柿の周りを鳴きながら飛び回っている。ことに門の上の空が夕焼けで赤くなるときには、それがゴマをまいたようにはっきり見えた。カラスはもちろん門の上にある死人の肉をついばみに来るのである。もっとも今日は刻限が遅いせいか一羽も見えない。ただところどころ崩れかかった、そうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える。下人は7段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の青の尻を据えて、右の方にできた大きなニキビを気にしながらぼんやり雨の降るのを眺めていた。作者はさっき下人が雨闇を待っていたと書いた。しかし下人は雨が止んでも格別どうしようというあてはない。普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずである。ところがその主人からは4、5日前に暇を出された。前にも書いたように、当時京都の町は一通りならず衰微していた。今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも、実はこの水尾の小さな余波に他ならない。だから下人が雨闇を待っていたというよりも、雨に降り込められた下人が行きどころがなくて途方に暮れていたという方が適当である。その上今日の空模様も少なからず、この平安町の下人のセンチメンタリズムに影響した。猿の国下がりから降り出した雨は未だに上がる景色がない。そこで下人は何を置いても差し当たり、明日の暮らしをどうにかしようとして、いわばどうにもならないことをどうにかしようとして、取り留めもない考えをたどりながら、さっきから朱雀大路に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである。雨は羅生門を包んで
遠くからザーッという音を集めてくる。夕闇は次第に空を低くして、見上げると門の屋根が斜めに突き出したイラカの先に重たく薄暗い雲を支えている。どうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいる暇間はない。選んでいれば炊事の下か道端の土の上で飢え死にをするばかりである。そうしてこの門の上へ持ってきて犬のように捨てられてしまうばかりである。選ばないとすれば、下人の考えは何度も同じ道を停滞した挙句にやっとこの局所へ包着した。しかしこのすればはいつまでたっても結局すればであった。下人は手段を選ばないということを肯定しながらも、このすればの型をつけるために当然その後に来たるべき盗人になるより他に仕方がないということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである。下人は大きな草めをして、それから待機そうに立ち上がった。夕冷えのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける。荷塗りの柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった。下人は首を縮めながら山吹の風見に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見回した。雨風の憂いのない、人目にかかる恐れのない、一晩楽に寝られそうなところがあればそこでともかくも夜を明かそうと思ったからである。幸い門の上の牢へ上がる幅の広い、これも荷を塗ったはしごが目についた。上なら人がいたにしてもどうせ死人ばかりである。下人はそこで腰に下げた聖塚の太刀が鞘走らないように気をつけながら、藁草履を履いた足をそのはしごの一番下の段へ踏みかけた。それから何分かの後である。羅生門の牢の上へ出る幅の広いはしごの中段に一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子をうかがっていた。牢の上から差す火の光がかすかにその男の右の方を濡らしている。短いひげの中に赤く膿を持ったニキビのある方である。下人は初めからこの上にいる者は死人ばかりだと高をくくっていた。それがはしごを二三段登ってみると、上では誰か火をとぼして、しかもその火をそこここと動かしているらしい。これはその濁った黄色い光が隅々に雲の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。この雨の夜にこの羅生門の上で火を灯しているからはどうせただのものではない。下人はヤモリのように足音を盗んで、やっと急なはしごを一番上の段まで這うようにして登り詰めた。そうして体をできるだけ平らにしながら、首をできるだけ前へ出して恐る恐る牢の内を覗いてみた。見ると牢の内には噂に聞いた通り、いくつかの死骸が無造作に捨ててあるが、火の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので数はいくつともわからない。ただおぼろげながら知れるのは、その中に裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということである。もちろん中には女も男も混じっているらしい。そうしてその死骸は皆
それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように口を開いたり手を伸ばしたりしてゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも肩とか胸とかの高くなっている部分にぼんやりした火の光を受けて、低くなっている部分の影を一層暗くしながら永久に推しのごとく黙っていた。下人はそれらの死骸の腐乱した周期に思わず鼻を覆った。しかしその手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情がほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからである。下人の目はその時初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た。ひわだ色の着物を着た背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆である。その老婆は右の手に火を灯した松の木切れを持って、その死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸であろう。下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて、暫時は息をするのさえ忘れていた。旧期の記者の語を借りれば、刀身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は松の木切れを床板の間に刺して、それから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、ちょうど猿の親が猿の子の白目を取るようにその長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そうしてそれと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対するといっては語弊があるかもしれない。むしろあらゆる悪に対する反感が一分ごとに強さを増してきたのである。この時誰かがこの下人に、さっき門の下でこの男が考えていた飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したら、おそらく下人は何の未練もなく飢え死にを選んだことであろう。それほどこの男の悪を憎む心は、老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである。下人にはもちろんなぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって合理的にはそれを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし下人にとってはこの雨の夜にこの羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなどはとうに忘れていたのである。そこで下人は両足に力を入れていきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして聖塚の太刀に手をかけながら大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見るとまるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。おのれ、どこへ行く。下人は老婆が死骸につまずきながら慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いでこう罵った。老婆はそれでも下人を突きのけて行こうとする。下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す。
二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合った。しかし勝敗は初めからわかっている。下人はとうとう老婆の腕をつかんで無理にそこへねじ倒した。ちょうど鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である。何をしていた。いえ、言わぬとこれだぞよ。下人は老婆を突き放すと、いきなり太刀の鞘を払って白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて肩で息を切りながら、目を、目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて、推しのようにしゅうねく黙っている。これを見ると下人は初めて明白に、この老婆の生死が全然自分の意志に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのは、ただある仕事をしてそれが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで下人は老婆を見下ろしながら少し声を和らげてこう言った。俺は検非違使の町の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅の者だ。だからお前に縄をかけてどうしようというようなことはない。ただ今自分この門の上で何をしていたのだか、それを俺に話さえすればいいのだ。すると老婆は見開いていた目を一層大きくして、じっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのである。それからシワでほとんど鼻と一つになった唇を何か物でも噛んでいるように動かした。細い喉で尖った喉仏の動いているのが見える。その時その喉からカラスの鳴くような声があえぎあえぎ下人の耳へ伝わってきた。この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、カツラにしようと思ったのじゃ。下人は老婆の答えが存外平凡なのに失望した。そうして失望すると同時に、また前の憎悪が冷ややかな侮蔑と一緒に心の中へ入ってきた。するとその景色が先方へも通じたのであろう。老婆は片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、息のつぶやくような声で口ごもりながらこんなことを言った。なるほどな。死人の髪の毛を抜くということはなんぼ悪いことかもしれぬ。じゃがここにいる死人どもは皆そのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在わしが今髪を抜いた女などはない。蛇を四寸ばかりずつに切って干したのを干し魚だと言うて縦脇の陣へ売りにいんだわ。エアミにかかって死ななんなら今でも売りにいんでいたことであろう。それもよ、この女の売る干し魚は味が良いと言うて縦脇どもが欠かさず採用に買っていたそうな。わしはこの女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねば飢え死にをするのじゃて仕方がなくしたことであろう。されば今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば飢え死にをするじゃて仕方がなくすることじゃわいの。じゃてその仕方がないことをよく知っていたこの女は大方わしのすることも多めに見てくれるであろう。老婆は大体こんな意味のことを言った。
下人は太刀を鞘に収めて、その太刀の束を左の手で押さえながら冷然としてこの話を聞いていた。もちろん右の手では赤く頬に膿を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかしこれを聞いているうちに、下人の心にはある勇気が生まれてきた。それはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気である。そうしてまたさっきこの門の上へ上がってこの老婆を捕らえた時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である。下人は飢え死にをするか盗人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば、飢え死になどということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていた。きっとそうか。老婆の話が終わると下人はあざけるような声で念を押した。そうして一足前へ出ると、不意に右の手をニキビから離して老婆の襟髪をつかみながら噛みつくようにこう言った。では俺がひはぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ飢え死にをする体なのだ。下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである。下人は剥ぎ取った檜皮色の着物を脇に抱えて、瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りた。しばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである。老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながら、まだ燃えている火の光を頼りにはしごの口まで張っていった。そうしてそこから短い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ。外にはただ黒灯灯たる夜があるばかりである。下人の行方は誰も知らない。